どこにいるの？足跡。だ。パパ。それじゃあどうやってフェンス越えようかな。あの屋上に登ってみる？20年前に生まれてればな。びっくり。やったね。うわ、1978年。さてと。上出来。やば。アビ。
お前、泥だらけになってるぞ。パパもね。え？ほら、そこ。ね、あのね、パパがいなくなるたびに私が怒られるんだよ。またまた。みんなパパのこと心配してるの。ここは安全だよ。パパ。アビ、この森のすぐ先にあの子がいるんだよ。だから？じきにお産なんだ。様子を確認したら戻るよ。約束する。ならさっさと済ませよ。ほら、かわいい娘の護衛付きだ。どうしてここに？オーエンがバラしたんだろう。責めないであげて。どうやって聞き出した？別に、普通に聞いただけ。ねえ、これ見て。おい、すごいな。1978年。それはまだ持ってないな。あげるよ。もう二度とこんなことしないって約束するならね。よし、約束だ。信用できない。破ったことあったっけ？ほら、捜索再開。パパ。急かさなくて。すぐに応援に会えるよ。今なんて？別に。ただ、よく一緒にいるなと思ってね。最近特に。もうやめてよ。いつから気づいてたの？父親だぞ。何でも知ってる。二人ともパパの前では必死に目を合わせないようにしてることとかね。かしこまっちゃって微笑ましいね。この話やめ。それに笑いが絶えない。だってあいつ本当バカだし。おかげでパパにもすごく親切だよ。嫌われないよう顔色を伺って。もしかして弱みにつけ込んでるの？パパが？まさか。アビー見ろ、痕跡だ。他にもないか探してみよう。またパパさりげなく追跡の練習させてない？まさか。効果あり？パパは見つけたよ。そうだけど、ズルしたろ。あらゆる手を使えって言ってなかった？ねえパパ、なんかあったよ。大変だ。もうお産したのか。ほら、2頭の足跡だ。今のあの子だ。行こう。なんかヤバそうだね。ああ、苦しんでる。アビ、ほら。パパ待って、感染者がいるかも。ここにはいない。迷い込んでたら。銃は持ってきたろ？もちろん。なら心配ない。あー、くそ。アビ、針金を切らなきゃ。大丈夫、怖くないよ。ほーら、傷つけたりしない。息だよ。ああ、くそ、食い込んでるな。よし、アビ、おいで。ほら、
押さえてください。わかった。よし。暴れないで。先生、先生、いるんですか。応援、ここだ。は？君も一緒に押さえてくれ。今すぐに戻る。応援、押さえて。早く。後ろ通るぞ。よし、掴んだか。はい。よし、イゾアビ。慎重に。もうちょっと。よし。何なんだよ。みんな探してるんです。今すぐ。ちょっと先生。パパ。どうかしたの？おい。みんなよくやったな。あの子が見つかりました。どの子だ？マーリンの話してた子です。トンネルで見つけて、腕に古い髪跡があるのに感染はしていません。ありえない。もう検査を始めてますが、先生がいないと。パパ、行こう。金は脳と同化してる。選択肢はない。何か方法があるでしょう。サンプルの採取は宿主を破壊してしまうんだ。宿主？あの子は人間、実験道具じゃないのよ。私だってどういうことかは理解している。なのに殺しても平気なの？そうじゃない。でも大勢の命を救うワクチンができる。もっと些細なことで死んだ奴もいるだろう。全て望んだしよ。これは相談、それとも単なる報告？君の同意が欲しいんだよ。これがアビーだったら。これまでの私たちの大義や多くの犠牲、おぞましい行いのすべてが報われることになるんだぞ。これが自分の娘でも同じことが言える？アビー、夕飯持ってきた。どうもありがとう。なあマリン。やって。ありがとう。ジョエルに言わなくちゃ。なぜだ？あの子と国を横断してきたのよ。知る権利がある。成功を祈ってるわ。パパは間違ってない。これが私でも、パパに手術してほしい。